天守山地は山梨県南部と静岡県北部にまたがる山地。天守山地ともいう、東山地は富士川と富士山の裾野の間に位置し、東側に比べ西側の標高が低い。元須湖に南接し、南北に細長く連なる。北部にこの最高峰の毛なし山があり、南に向かって高度を下げる。西に 赤石山脈の前衛となる、三延山地が、富士川を挟んで退治する。地質は、第三期三坂総群の堆積岩類とそれを貫く、河口岩からなる、600万から800万年前にに南にあった島が、本州に衝突して、その一部になったものであると推定されている。北側に接続する三坂山地、西側にある三延山地と共に、 伊豆半島の衝突による隆起であるとする説も増えつつある。北東部の龍が竹から長蛇が竹にかけての東側の静岡県側の山域は富士箱根伊豆国立公園の特別地域の指定を受けている。山麓には本栖湖、朝霧公園、白糸の滝、狸貫湖などの観光地がある。主な山を下表に示す。天津山地の長官図。右は 富士山の裾の、右上に、本栖湖、左端に、富士川東側の越前岳から望む、天使山地左手前に、富士宮市街地、右手前に、富士山の裾の、中央奥に、左から、白水山、思え親山、天使が、竹、長者が、竹、毛なし山、雨が竹円形は、赤石山脈、左から大無限山、光岳、上河内岳、聖岳、 赤石岳市、丸沢岳、塩見岳市、間野岳、北岳橋やし峠主な峠を以下に示す。佐野川の柿本ダム湖の天守湖以下の河川の源流となる山域で太平洋側の駿河へ流れる。重江親山の東側には佐野川の柿本ダム湖の天守湖がある。天守が竹の南側の稲子川には天守の七滝がある。 けなし山の南山腹の芝川の上流部には、不動の滝がある。白糸の滝、静岡県富士宮市山域を横断する、林道湯の奥井の獅子の頭線の林道湯の奥、チ野ノ島トンネル西山6に、東海旅客鉄道のみの線が通る、けなし山と長者ヶ岳との中間点付近を、林道湯の奥井の獅子の頭線の林道湯の奥、チ野ノ島トンネルが貫通する。 山域の北側に、国道360号、山梨県道412号土地大都古線、山梨県道709号本栖湖半線が通り、東山6に、国道139号が通り、南東3六に、静岡県道414号富士富士宮線が通り、南域に国道469号、静岡県道398号上稲子町、幹線が通り、 南西36に山梨県道15富士川、三の線が通り、西山6に山梨県道9号市川三里三の線が通り、北西36に中部横断自動車道が通り、毛那市山の西山6には株温泉早川インターチェンジがある。東海自然歩道が山域の北東側、長者ヶ岳、重江親山を通り、南西に縦断している。ありがとうございます。